ジェームズ・ヒンチクリフはカナダのレーシングドライバー。2011年よりインディカーシリーズに参戦している。ゴーカートレースの後、ヒンチクリフは2003年にオープンホイールに参戦、ブリジストンレーシングアカデミー会2000シリーズで3位となる。翌年はフォーミュラ BMW、USA に参戦、3勝を上げた。2005年はスター・マツダシリーズに参戦、3勝を上げて、 ランキング3位となる。2006年、アトランティックチャンピオンシップにステップアップ、フォーサイスレーシングに加わる。ポートランドで優勝し他に表彰台に2度上るが、シーズンランキングは10位であった。その後、A1 チームカナダに加わり、A1 グランプリに参戦、ザントホールとのスプリントレースで8位、メインレースで13位となり、チェコではスプリントレースで2位に入賞したが、 メインレースでは周回の大半をトップで走行したもののアレックスユーンと接触し5位となった。続く北京ではスプリントで4位。メインでは優勝の可能性があったもののピット戦略の誤りで10位に終わった。2戦を欠場しニュージーランドではスプリント、メインともに6位であった。その後は再びシエラ・シエラ・エンタープライゼズからジャンプカー・アトランティックに参戦。 優勝はなかったもののシーズンを4位で終えた。このシーズン中、彼は、ジャンプカーワールドシリーズのテレビ中継でコメンテーターを務めた。2008年は、フォーサイスレーシングに戻り、第2戦のラグナセカで優勝、再びランキング4位となる。2009年は、インディライツに参戦、サムシミットモータースポーツに加わる。シーズンでは、ポールポジションも優勝もなかったが、 ランキング5位となった。2010年、チームムーアレーシングと契約する。ヒンチクリフは3勝を挙げその他5度の表彰台を得、フランス人ルーキーで、サムシュミットのジャンカール・ベルネーに次ぐランキング2位となった。彼はまた2010年のインディ500では、インディアナポリス・モーター・スピードウェイ・ラジオネットワークの、レギュラードライバーアナリストのディビー・ハミルトンが、レースに出場したためその代役として、 ドライバーアナリストを務めた。2012年のインディ500、予選後のヒンチクリフ2011年4月、ヒンチクリフはニューマンハースレーシングと契約し、インディジャパンを除く2011年のインディカーシリーズに参戦することが発表された。第2戦のバーバーモータースポーツパークでデビューを果たしたが、スピンした EJ ビソと接触、完走することはできなかった。続く、 ロングビーチでは4位に入賞し、第4戦のサンパウロでは9位に入賞した。初めての出場となった2011年のインディ500では13位からスタート、序盤から上位を走行したが、101ラップ目にクラッシュし、29位でレースを終えた。インディ500に続いて、テキサスでのファイアストーンツイン2 7 5 S に出場。しかしながら、両レースとも苦戦。 20位及び19位という結果であった。続く、ミルウォーキーマイルでは6位に入賞する。シーズンのその後はコンスタントに乾燥し、パンサーレーシングの JR ヒルデブランドを抑えて、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。しかしながら、シーズン終了後、ニューマン・ハースは、ヒンチクリフトの契約を更新しないと発表した。その後、チーム自身も参戦から撤退した。二千十二年、 ダニカパトリックがナスカーに本格転向、さらに彼女に代わり契約していたダンウェルドンが事故死したため、ヒンチクリフがゴーダディの27番車をドライブすることとなった。これは同じカナダ人ドライバーのジルビルヌーブ、ジャックビルヌーブと同じ車番であった。この年は開幕戦でレース前に、長髪のカツラをかぶって昨年まで同じデザインのスーツに身を包んでいたダニカに扮するドッキリを、 仕掛けたり、後日の公式動画への出演など、レース以外でもファンの注目を浴びている。2013年、開幕戦戦とトピーターズバーグで、初勝利。このシーズンは3勝を挙げる。2015年は、ノラモータースポーツパークでの第2戦で、シーズン初勝利を挙げる。しかし、インディ500では、予選翌日のプラクティスで、サスペンショントラブルから時速220マイルを超える。 スピードでクラッシュ。この際、鉄製のウィッシュボーンがモノコックを貫通して、ヒンチクリフの右足を貫き、左太ももの上部の骨盤手前にまで達してしまう。このクラッシュで、ヒンチクリフは、出血多量の重傷を負うが、セーフティクルーの迅速な処置と集中治療室での治療により、一命を取り留めた。しかしこの怪我のため、このシーズンの残り前線の欠場を余儀なくされた。 2016年にはコースに復帰し、インディ500ではポールポジションを獲得、しかし決勝では7位に終わり、シーズンも未勝利に終わった。2018年のインディ500では、よもやのバンプアウトを喫してしまう。アトランティックチャンピオンシップインディライツインディカー、シリーズインディ500。ありがとうございます。